ででん。これも分かりました。分かりました。日本のものづくりに私たちの力を。三よ。本日は AI お絵かきを使った新入社員ゾノッチの産業購入クイズをいきたいと思います。お絵かきのアプリを使って新入社員のゾノッチが考えた産業購入クイズ、まずは第5問見たいと思います、はい、もう作ってくれてんだね。そうです、5問作りました。ポイント制それとも全員で全部答えれたらいいみたいな。ポイント制にしましょう。ポイント制、はい、まあ、ポイント制って言いつつ、はい、ちょっと全クリア目指していこう。そうですね、頑張りましょう。では早速第1問に行ってみよう。ででん。でん、簡単ですよ。これも分かっちゃった。これ分かっちゃった。え、ちょっと待って、私は全然分かってない。ちょっと井口言ってみて。いや、サヨリンじゃないですか。私もサヨリン。違います。違うの。あの隣の工場のことかと思う。工場というかサヨリンの、ね、工場で、ね、ちょっと惜しいです。ちょっと惜しい。この今のワードちょっと惜しい。サヨリンは惜しいってこと。サヨリンは惜しくない。サヨリン惜しくないの。工場が惜しいってこと。あ、分かった。はい、産業工業。ちょっと惜しい。産業。産業。惜しい。読み方。第1問じゃあ正解で。すごい。1ポイントゲットですね。ポイント制なんですね。ポイント制プラス、うちらで全問正解したら、まあ、ご褒美もあるということで。あ、そうです。そういう感じでいきましょう。はい、続いて第2問目。ででん。ちょっと待って、何？うわ、難しいかもしれない。怖。神頼み。何に対してですか？一回は皆さん目にしてます。え、目にしてる。一回は必ず、必ず森本さん。ちょい待って、ちょっと森本さん、お休みの日も見てると思います。 SNS で。 SNS で、はい、SNS で結構私たちの身近にいます。いる、はい、いる、います。さより、お、え、ロワッチの正解。やばい、やばい。ちなみになんでさよりんってわかったんですか？ちょっと黄色いけど。さっき離れすぎてますね。第3問目いきましょうか。どうぞお願いいたします。ででん。なんかいる。これはもう全体的を見てほしいですね。全体的。製造業。お、惜しい。惜しい。惜しいです。製造派遣事業。ガガッチさん。当てすぎ。当てすぎって。取れなかった。産業工業といえば製造業と製造派遣事業なので、はい。なるほどね。5問でしたっけ。5問。あと山ちゃん、もう勝てない。8割持っていきました。8割持っていきました。ガチさんに勝てません。じゃあ第4問。第4問。ではどうぞ。ででん。これはちょっと頭を柔らかく、今全力で取り組んでいることですね、私たちが。チョコ。お、チョコ。やった。当てるの早い。悩んでない。優秀です。字は関係ないってこと。字は関係ない。そうですね、社歌って言ったら多分カンパニーカンチャラカンチャラで、カンパニーカンパニーカンパニースクリーンゲー。3400Nm、 私たちの社歌、ぜひ YouTube で上がってますので、お送りしてください。お願いします。さあ、いよいよラストですね、はい、こちら当てた方100ポイント。では最後の5枚目お願いします。ででん。バイク、川崎のバイク。あ、惜しいです。あ、バイクと、バイクとかがあってさ。いやー、違います。バイクと俺。違います。バイクとゾノッチ。違います。バイクと井口さん。違います。バイクどっち。女の子らしき可愛いのがヒントですね。人間ではないです。人間ではない。バイクと丸々で入れたってこと？そうです。ちなみに丸々みは一切ないです。丸々みはない。この写真には。ええー。なんだろう。サヨリ。
え、おっと、サヨリーヌ、サヨリーヌ、バイクとサヨリーヌ、え、マジ来た、100ポイント来た、ファイナルアンサー、お、お、イエス、イエス、うーん、ビビー、早いって、早すぎましたよ。追い問題も実はあったりする、あります、お、お、ちょっとじゃあ、いいですか、はい、あー追い問題が何この茶番この追い問題全何問あるんかな、全部で6問、じゃあこれで決着をつけましょう、はい、はい、負けないです、また最終問題でホッチは100ポイントくらいだから、どっかできっとくれるはず、サービス問題くれるはず、じゃあ第6問目お願いいたします。でも G やん、これは字にあんまりこだわらず、こだわらず、こだわらず、これは山陽高陽に関係はちょっとはしてる、関係はちょっとはちょっとはしてる、天馬、違います、こちらはですね、存在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 、ヒントはですね、乙女です、乙女、乙女、オレンジ、オレンジ、あ、でも惜しいです、オレンジ、え、サヨリ、サヨリーヌじゃないの、来たー、正解、念願の1ポイントゲット、乙女、ヒントが上手、ヒント上手、ヒント上手だよ、今ポイントを集計すると、はい、100ですよ、101、101、103、じゃあ続いて7問目お願いいたします、はい、ででん、ちょっと待って、めっちゃ怖ないですか、怖い、何、何、ドラえもんみたいですね、ドラえもん手めっちゃないですか、怖、え、怖い、これは僕に関係することです、ええ、女の子は全然関係ないです、ええ、どっち関係すること、バイク、おお、猫、バイク、猫、バイクと猫には関係してる、ちょっとは、あ、そうです、もうちょっとヒントください、でかいです、でかい、でかい、もうバイクが惜しい、バイクの名前、だいぶさ、それでかいです、やった、きたー車種名って言えばいいかな、車種名、なんでこれ早めさないよ黄色じゃなかった、色、黄色です、めちゃめちゃオレンジや黄色の成分ちょっとしかない、怖ないですか、ちょっとうちの AI 頭がちょっとね。じゃあ次第8問目お願いします、ででん、あ、これは、これは皆さんせーのでいきましょう、なんか気持ち今一致してると思うんですけど、使います、入れそうですか、こちら、でもこれしかない、合ってるしかないと思います、本当、私合ってるから行くよ、じゃあ、はい、せーの、サナ、正解、ね、これ違ったらどうしようと思ったら、どうしようと今のじゃあ1ポイントずつ入ったってこと、1ポイントずつで、あ、やった、第9問目、うん、お願いします、ででん、これはあの楽しいダンス、あ、惜しいです、 TikTok、 いや、惜しいけど、どっちは好き、好きです、長期休暇、いや違います、クリスマス、いや違います、遠くなっちゃいました、あ、遠くなっちゃいました、なんだ楽しい、おじさん TikTok 笑ってる、おじさん正解、早いのよ、早い楽しいからダンスから TikTok 早いのよもう絵見てないからね、もうまっすぐ、まっすぐ見ても、まっすぐ見て答えを出すから、この顔表に伺うバレるの、残り2問は、はい、100ポイントずついきましょうか、おお、2回正解したら私たち勝ちます、ほんまや、1個でも取れたら勝てる第10問目お願いいたします、ダメだ、だから誰、だから誰、阿部さん阿部さんじゃないですね、ちょっと超えました、阿部さん、いや、もう
ダメさん。お姉さんはない。人ではない。人ではあります。森本さん。え、流行らないですか。流行らない。今かぶっちゃったよ。ここから森本さんいけるんですね。人だって言ってしまったから。そうそうそう。まあ、100ポイントずつにしていい。あ、そうしましょう。はい、あげましょう。100ポイントずつ。ってことは最後の1問にかかってるところじゃない。あ、絶対。そうです、そうです。最後の1問は私は何も言いません。はい、はい、ラスト1問お願いいたします。ででん。柔道。違います。何やろ。これは結構難しいかもしれない。産業関係ではあるかどうかで教えて。産業関係です。こちらは小杉さん。違います。全員ですか。小杉さん。小杉さん。ちょっと小杉さん。小杉さん。でもおじさんTikTok出たからな。あ、そうですね。そうですよね。地味にヒントがあるっちゃあるんですよね。高志氏。違う。高島。いや違う。ちょっと途中。こっちもそうないけどな。もっと可愛い。可愛い。ブラックサヨリン。お。早くない。正解です。大逆転劇じゃん。なんでわかりましたか。地味にヒントがあるって言ってて、ブラック、黒、おで可愛 い, いブラックサヨリン。要素ないけど。サヨリンもそのパターン。いや、そう。オレンジ可愛 い, いサヨリンみたいな。乙女か。これ大丈夫かな。動画できるかな。いやでもすごい。さすがですね。すごい。結局何ポイントだった？200、202。あれ100、202。あれ、あ、じゃあ1ポイント。先生は印象じゃないですか。あ、違う、パナスさん100。じゃあ105。私と一緒に増やしてません。どうしても、どうしてもここ勝ちたかったから勝手に増やして。100になったね。100で200になったんだ。200になったんだ。すごいすごい。面白い。はい、ということで本日は AI お絵かきで新入社員ジョノッチの作った採用コマクイズ答えていきましたが、どうでしたか。めちゃくちゃ楽しかったです。早かった、ね、早かった。思ったより当てれた。当てるの早すぎました。ちょっと才能あった説。ぜひぜひ皆さん AI ピカソっていうアプリなんですけど使って皆さんで遊んでみてください。では今日の動画面白かったなという方、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではマンツネー。